FM 大阪 8-5-1 ラジコ。この学校での学力は楽しい力と書きます。ラジコ、みんなで一緒に楽しんじゃう力、学力を向上させましょう。吉本ラジオ高校。高校っぽいじゃん。吉本ラジオ高校ラジコ。キングオブコントお疲れ様でした。いや遅っ。メリは北見の美香です。福谷の美です。本日も野村先生はお休みです。はい、休みか。休みか。キングオブコントといえば、はい、はい、このお二人です。こんばんは、隣人です。お願いします。お願いします。イエーイ。ギャラリーめっちゃおるやん。いやいやいや、公開収録違うよ。すごい。いやいないいないいない。こんな雨の中。7階やし、ここ。8ですか、今これ。8ナンバー8。ナンバー8じゃない。ナンバー8じゃない。公開収録じゃないから。やってません。お客さんいません。嬉しいわ。SE です。SE で、はい。SE か。そうですね、音足します。SE か。お邪魔しちゃいます。でも、ラジオの前のリスナーさんは、こう、喜んでくれるかもしれない。ありがとうございます。しかも、結構短い頻度で、ラジコを来ていただいて。そうなんですよね。はい。去年の。12月に、祇園先生の会で、はい、そうでございましたね。はい、月曜日は初ですもんね。うん、そうでございます。はい、こんな短いスパンで来られる方もなかなかいないですもんね。いないです、本当に。あら、あらあら、ハイペースだと思います。リンリンさんか、チッピーちゃんズか。チッピーちゃんズ。手挙げるときグーで挙げる女の子。チッピーちゃんズはもう月曜日だけやけどね。月曜だけにもう何回も来てもらってるんだけど。あ、そうなんですか。野村さんの代わりみたいなことですよ。代わりではないけど。類似タレントですもん。どこがやねん。野村さんとチッピーちゃんズ。どこがやねん。全く違う。全く違う。対局ぐらい。対局ぐらい。全然違うけど。チッピーちゃんズ、あの、あったら絶対名刺を作ってるんですよ、チッピーちゃんズ。え？そうなの？これやったことない。チッピーちゃん、インコの形をした名刺を最近配ってまして。すごい年始ぐらいのライブたまたま一緒やって、いただいて、ちょうど胸のポケットに入るサイズやったんで、パッて入れたらちょっとだけ顔出るみたいな。あ、かわいいって。ぜひこれで寝てやってくださいって言って、それ入れたまま漫才したら、まあまあ滑ってまいりました。もしかしたらちょっとあんまり可愛いですね。気になったからね。ネタやったのに。今のところちょっとまだその、いい効果は入れてないんですけども。鳥の顔が出ながらじゃあ漫才したってことちょっと。はい、いつもな絶対ウケるネタ、ウケるネタがちょっとあんまりやった。あいつのせいで。あいつのせいって言うね。かわいそうやろ。あいつのせいで。じゃあ前のお客さんちょっと気になったかもしれんな。可能性ある。2人とも入ってんだろそれ。僕は入ってない。僕だけ入れてました。橋本だけがちょっとこう、僕喋らないって決めてるんで一切。ええ、チッピーちゃんと。なんで、チッピーちゃんと。なんでなんで。痛そうなんで。そんなことないわ。そんなこと言ってるな。かわいそうやん。めちゃ真面目なね。そう、超真っ直ぐな人やから。そうですよ。チッピーちゃんそれぐらいだからハイペースで来てくれてるのは、もちろん去年ね、それ最終的にキングオブコントで決勝行ってファイナリストになってから、やっぱりこう一気に仕事も増えてるんじゃないの、この半年ぐらいか。そうですよ。ラジコをこんなポンポンと月1ペースじゃないですかこれ。そうか。そうね、12月やったらね。嬉しいですね。次も2月もぜひぜひね、毎月入れていただけたら。ラジコ以外の仕事も増えてるやろって話をしたい。そう、ハイヒールさんのラジオとかも増えましたし、MBS のやつかな。そうですね。前中市場とかも増えましたし。でハイヒールさん関連の仕事、そうだ、ハイヒールさん周りの仕事が増えてるの。増えましたね、ほんま。はい、恐れみよとかもぼちぼち。いや、桃子さんね、桃子さんやってはるからな。女芸人大祭りとかもゲストでね、呼んでいただいて。男性芸人枠あるんで、たまにゲストで。朝パラとかも。あ、そうだ、朝パラとかないんですよね。あれだけ偉いもんでないんですよ。ハイヒールさん関連。ハイヒールさん関係ないって。キングオブコントとハイヒールさん、そこつながりはないやろ別に。そこに関しては、え、なんか牛耳ってるとは聞きますよね。そんなことないやん。えぐい噂やな。どこの噂やん。桃子さんが、桃子さんが牛耳ってるっていう。あ、そうですか。リンゴさんは審査員でね、 ABC とかな、入られてるしてあるけど、コントも好きですからね。そうそうそう、もちろんね。そこに関しては牛耳ってんのは桃子さんなんです。うわ、どういう噂やねん。信じるか信じないかや。信じひんよ。信じません。で、言うなよ勝手なこと。知らんねん。そう、なんかあとあと文字で見た時にガチっぽい。そう、キングオブコントは桃子さんが牛耳っていうだけが一人歩きして終わりやで。いや、ネットニュースなるか。嘘すぎるやん。もう今どういうのがね、ネットニュースなるか分からんから。そうですね、気をつけないといけないですよ。でもまあ隣人としては2人で、まあそれこそラジオ
オンスとか、そうですね、南野さんの後ですよ、はい、そうね、はい、ニュース FM さんでやらせていただいております。ニュース FM 今だからナンバーグランド花月の下にブースがあって、うん、夕方の4時から6時生放送、はい、で、はい、わなかまでしか聞こえへんっていうラジオ、狭すぎるやろ地声で届くやん、わなか超えたらダダ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 ダ弱いな、弱い、微弱ラジオで、微弱な電波やな、コンビニとかの Wi-Fi より弱い、弱い勝手に入ってまうやつ、勝手に入るやつ、勝手に繋がってまう Wi-Fi ぐらいの、はい、はい、あれより弱い、違うて、あれより弱いでやっぱ聞いたことないですもんね。コミュニティ FM さんやから、はい、まあ、確かにその、一応どのあたりまで飛んでるんかな、中央区ですね、中央区行ってんねや、中央区行ってますよ、真中からさつきっていう居酒屋やと思ってました、ね、さつきどこや、あの横よ、すぐ横にある、いや狭い NGK の左弱、あっこな、そこ角な NGK の左弱、はい、あるなんか角のとこや、ほぼ NGK と同じ建物のとこや、はい、ココイチは聞こえないらしい、弱い、目の前なのに道挟んだら、道挟んだらもう終わります、弱いな、大声で届くからココイチ大声でも全然拡声器のスピーカーでええやんそのラジオのでもあれじゃあアプリで聞けたりするやろ今あれどうなってるね、俺らが最初ご依頼してもらった時に、はい、最後の何年か2年ぐらいはアプリで全国で聞けますってなったよ、ああそう、今も聞けます、 FM プラプラっていうアプリで全国で聞けます、うん、はい、だからそう、なんか実は聞けんねん、ダウンロード数2らしいな、2だけね、一応俺やわ俺やここや、橋のことジェネスコな、ちゃう、何万いった言ってる、言ってた、言ってた、喜んでましたね、聞いてくれてるでしょ、はい、やってたやってた、ただそのタイムフリーとかがないね、そうなんですよ、リアルタイムしか、はい、あの時間に4時、うん、6時に聞かないといけないんですよ、はい、オンストは、うん、はい、だからこれ一応だから歴史があってこうオンストをこう続けていっていて、はい、卒業したい人が結構こうラジコのパーソナリティになるという流れも結構ありますから、確かに、そうそうそう、そうですよね、緑出さんとかもそうやし、そうか、トットさんとかもそうですね、はい、そう、三菅さんもそうやな、最近言えたらなんか枠狙ってますね、そうそうそう、こっからね、完全にもう完全にもう、うん、試されだしてるやん、じゃあ、試練どこ狙います、月曜日が河野先生 で、ね、で火曜日がビスブラ先生で、はい、水曜日が藤崎マーケット先生と NAB ちゃん、はい、で木曜日がギオン先生、あどこ行きましょう、じゃあ河野ちゃんでしょう、ちゃん今NMB ちゃんみたいに俺にちゃんつけてるやんな、河野ちゃんピンで、河野ちゃん一人が何もできない、弱ってるからな、今令和北南としては弱ってるから今、今もう奪いやすい、今奪いやすいから押せば倒れるでしょ、いや僕は譲らんよ、譲らんよ、ポーンと背中押したらこれをこけるんで、こけるって何やろ、足腰弱いから今そう足腰のノムがどっか行ってもたんで、土台がね、土台が、土台がないから、うん、確かにな、河野ちゃん狙い目や、いや河野ちゃん狙い目じゃないです、月曜日狙い目で、まあ、いや それはまだダメです、譲らない、オンスト何年よ、もう2年ちょいやろ、はい、俺らオンスト9年やってるよね、義務教育含めて義務教育義務教育6年プラス3年、はい、小中な小中だ9年でギュッなんかいろいろ足して9年やって、はい、ようやくこのラジコさんに来させてもらってますから、すごいすごいわ、逆に9年もやってたら卒業したくなくなりません、で愛着はもちろん私すごくお世話になってたから大好きな番組ではあったけど、そう、それぐらい断ればよかったのに、ラジコなんでやねんな、なんでよ、断ればってなんやねんな、せめて10年目ぐらいまでは、いやいやもうそれはもう、はい、いいね、いやいや、もう早くこっちに僕らもその気持ちで早くラジコすごいんやから、オーストはすごいんやから、何がですの、何がですの、何がすごいすごいんやから、オーストはすごいんやから、いやいや今めっちゃええねんね、環境 NGK の下の綺麗なブースでしょ、今めっちゃええやん、一番最初もよかった、はい、一番最初は、うん、あのベース吉本の時ね、地下降りていったところに、はいはい、あのお客さんが並ぶとこ、実はこれブースがあるの、はい、そこで生放送やってたけど、その間の期間知ってる、どこでやってたんですか、NGK の裏の駐車場のところよあの駐車場挟んで、本館か、本館の下のとこになんかありますね、だからもうほんまベニヤ板で、はい、ベニヤ板2枚ぐらいでなんか壁作って、そこにブース作ってやってたよ、そう時代、あそこは食らってないっすわ、そうでしょ、確かに確かに、はい、そこがあって、そこは1、2年ぐらいやってたよ、多分改装かなんかしててまだブースができてなかった、あなるほど、あれができて、そう
それを経験してようやくなんで、まだですね僕らは。だからここ譲らんよ。こんな椅子、椅子やもんな。こんな高い高い椅子。違うもんな椅子。全然もう腰痛なってもう。2時間も喋ってられるじゃん。丸椅子。バーの椅子みたいな。バーの椅子です。もう背もたれなしの。背もたれなしです。4人入ったパンパンやろ。パンパンですよ。パンパンです。はい。ほんまにな。いや、世話なってますけどね。そうなんですよ。言うて。そうよ。奈良市の淳さんとかは音素とか来られてないから、奈良市の淳さんいつもねこっちにも奈良市の淳さん送ってきてくれるけど、僕らも大変お世話になってますよ。そう、音素にもね送ってきてくれたり、ブース前にも、まあ今はもう観覧も OK になってるもんね。 OK ですね。コロナ期間中はちょっとダメでしたけど、そう、生配ね、それこそ公開生配信、そうですね、生放送やから行けますもんね。そうです、そうです、来ていただいて、奈良淳さんも一回来ましたよ。はい、23回来てちゃうか、下手し奈良淳さんは。電光掲示板持ってあった、なんかうちわ作る、うちわとか作ってくるんだよな。変な人ですよね。はっきり言うな、はっきりと言うな。分かってんだ、愛されてる人よね。分かってて独特な人間、独特ですね、独特人間、奈良市の淳。唯一つぼみを応援しているおじいさん。唯一じゃないよ、一人じゃうわ、ファン一人。つぼみを応援してる人いっぱいおるよ、その中でも。唯一の。そう。めちゃくちゃ応援してる。つぼみ大革命に名前になってから、奈良市の淳大革命になった。そうです、そうです。はい。そう。で、毎回、その、ラジオ送ってくれるんですよ、奈良淳さんも。ああ、ありがたい。で、あの、リクエスト曲、絶対つぼみなんですよ。あ、書いてるな。僕、書けるわけないんですよ。そうやね。つぼみの。違う違う違う。まあ、普段。そりゃそうやね。普段僕らが選ばしてもらってますからね。リクエスト募集とかしてないの？してない。そう、してないですけど、もう絶対に書いてくれてるんで、いつかね、書けてあげたいと思いますけど。どこかで。書けてあげてよ、本当で。まあ、それは2年かなってないんで。書いて思ったら書けるのに。ええやんか、つぼみ。え？つぼみどうよ。つぼみが何を？つぼみええ曲多いやろ。うんうん。じゃあ、なんでお前、俺、一回もけなしてへんの？つぼみどうよ、お前一緒にしようと、お前一緒によ、お前つぼみ急にな、つぼみどうよ、なんで同じ沼に、なんで同じ沼に、お前足追い込むなよ、つぼみどうよ。え、俺は好きや、俺緑子ちゃん好きや言うてて、樋口さんね、へぇ、緑子ちゃん好きや、顔タイプや言うてずっと言うとったから、へぇ、押しとんかな、俺。ええやん、誰好きな、誰も嫌い、誰も嫌い、ちょっと待って、お前何してんねんな、なんでそんなことを言うねん。奈良市の淳さん来るんじゃん、ほんまに。あかんねん。怒るで。ぶち切れはんねん。ぶち切れます？お前これわざかまでちゃうぞ、これ。そうやね。これはもうどこ、めちゃくちゃ届いてるからね。この、橋ぐらいまでちゃうんだ。違うわ。違う違う。舐めるなよ、FM 大阪。すごい、でかいわ。マイクでかいわ。そうや。舐めるなよ。景色もええわ。そうや。生放送のお前、ほぼ全国でずっと流れてる。そう。しかもタイムフリーもあるから、1週間残るからね。1週間残るからね。全然気をつけてね。全然大丈夫。いや、同じ吉本がゆえにこう、まあな、愛してるがゆえに、まあお笑いもやってやりますから、いじり倒していいアイドルやもんな。そうそうそう、そういう意味ですよ、コンセプトね。こんなんで怒ってたら、コンセプトね。 AKB は今会えるアイドルだろ。つぼみはいじり倒していいアイドルですからね。やってたもんね。そうですそうです、面白いからね。そうそう、いいんです、いいんです。なんでこんな全力でケアせなあかんねん、大人だから。つぼみのこと、え、カジサックのあれで学べよ。中村ショートライナー、なんかカイサックさんの YouTube 出させてもらって、そのめちゃくちゃ出たいとかではないじゃないですかとか、こう今みたいな感じでこういろいろいっぱいこう、そう、カイサックさんの YouTube に対してってことね。はい、そうですそうです。で、歯にいい規制の発言をいっぱいして、まあまあ叩かれたんですから、中村ショートライナーは。ああ、そうなん。なんで知らんねん。お前の話やろ。お前のことやろ。コメント欄で「そうですそうです、こいつ生意気やな」とかってこと言われましたね。言われてたみたいでね。まあ別に気にせんでええってことだもんな。別にそれはだって中村スタンスやろ。そうなんですけどね。つぼみは好きですよ。もう遅いわ、もうどう考えても遅いわ。仲良し同期もいますから、いますからね。だからそういうことで関係性があるからな。そうですよ、つぼみとはな。そうですそうです、マブですよ。マブではないと思うけど、だから許されるということです。そうですよ、何分かけてもらいましょう。何分フォローせなあかんねん。本当に一切の苦情も受け付けません。それでは今週も始めていきましょう。ラジコ、それでは今日の時間割です。お知らせの後はあなたの周りの危機快感を行います。はい、皆さんの周りの不思議なこと、理解できないエピソードお待ちしております。そして21時35分過ぎからはアイデスサークル、その後は今週のラジコ。
架空の今週のラジコのトピックスを送ってください。はい、メッセージは FM 大阪のリクエストフォームからラジコを選んで送ってきてください。 X はハッシュタグラジコとつけてつぶやいてください。お待ちしております。吉本ラジオ高校ラジコ。吉本ラジオ高校ラジコ。お送りしたのはストーンズでこっからでした。はい。今月からドームツアーもスタートします。うん。2月17日土曜日から19日月曜日が京セラドーム大阪にストーンズ。おお。来ますよ。もうすぐそこへ。イエーイって言ってくださいよ。うん、いや、この。ちょっと台本通り。台本には確かイエーイ、イエーイのすごい伸ばし棒入ってるよ。もう一回言おうか。もう一回。じゃあこれ2月17日土曜日から19日月曜日、京セラドーム大阪にストーンズ来てくれます。イエーイ！君は大好きでよかったって。いや、万歳よ。フルフルスの万歳ぐらい。手なっては今の言い方。一瞬でエコーかかってて。今の言い方は早っ。確かにな。今の言い方は。イエーイのな、歌い出しの言い方やったな。言い方になってましたよ、今。恥ずかしい。歌ってたやん。喜ぶという。うん、うまいよ、はい。完全にあの入りでした。うまいね。さあ、ということですね、はいはい。今日はですね、コーナーに行く前に、うん、はい、ある発表を、何、うん、発表ここでしちゃおうかなと思っております。え、何、え、解明人参、俺らの、俺ら何する何する、何しようかな。じって人参が人参を外したってなるけどね。はい、あ、じってになったよね、我々同期のね。人参か迷ったらしいですよね、どっちになるか。やれないでしょ。ダブル人参、そう、カタカナの人参か悩んだ言ってました。ほらって言うのありましたけど、もっと言ってええよ。ほらですまへんやろ。十二手感じでね、じって、はいはい、で臨時が今でカタカナやったな。で臨時の今回外してじってになったんや。じってになる、臨時悩んでたっつって言うて、なめんなよって話ですからね。なめるとかじゃないんだけど、やってみろよって話。ややこしいだろうって話。やめとけ、あの人の足早いねんぞ。追いかけられたら終わりやん。え、そう、すぐ腐るってこと、どうしよう。すぐ腐る、違う、違う、果物とか出してないそんな悪い言い方せえよ、足すぐ腐るぞあの人だって。言うか、ちゃんと足早いって言って。ちゃんと足早い。サバとかかなと思って。違うわ。早い。ジッテさん腐るの早い。何発表って何ですか、はい、はい。そうそう、発表ありますよ。はいはい。先月、ラフ&ピースアートギャラリー大阪で、FM 大阪吉本ラフ&ミュージックギャラリー開催しておりましたが、あ、やってましたね。はい、その個展でですね、ラジコのステッカーの新デザインの投票も、受け付けておりました。はい、見ました、見ました、いろいろ、ね、はい、可愛いデザインとかかっこいいデザイン見ましたけど、いろんなパターンがありましたが、うん、本当にたくさんの方に参加していただきましてありがとうございます。ありがとうございます。もちろんこのステッカーのデザインを考えて送ってくださった皆さんもありがとうございました。はい、うん、ありがとうございました。で、うん、その投票結果が分かりました。おお、それを今日発表します。なるほど、新デザイン発表ってことですね。はい、うん、見事ラジコステッカーが新デザインに選ばれた方はこなぎさんです。おー、そうや、思っててこなぎさん、思っててこなぎさんの作品って知ってた、作品やと思ってました。見に来てくれた、このアートギャラリーのとこ、あれ5円の前のとこですよね。そう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 、チラって見てこれパッて目に入ったんですよ。あ、すごいね。まあまあ奥の方にありましたけどね。パッて目に入った、だいぶ異彩を放ってたんだ。パパパって、ほんまにパパってこなぎって一瞬で見えたんで。あ、すごいな。名前他に見覚えてる名前ある？奈良潤とか。奈良潤さん、エントリーしながら。ニワトリのマークで。ニワトリのマークで。卵持ってくるんだ、あの人。卵くれるけど。差し入れで。家でできた卵をくれるけど。ということでね、小薙さんおめでとうございます。おめでとうございます。ちょうど X にて、そのデザインの画像をアップしますので、ご確認ください。めっちゃ可愛いよね、これね。めっちゃ可愛い。めっちゃいい色合い。正直結構みんなね、僅差だったんですよ。そう、確かにいろんないいデザインがいっぱいあった。そう、それぞれも良かったんですが、うん、今回はコナギさん、はい、一番多かったということで、すごい。そしてステッカーができ次第、あの優等生に選ばれた方に送っていきますので、はい、ぜひ皆さんもこの新ステッカーを狙って、うん、優等生頑張っていただきたいと思います。ね、ちなみに、ね、まあこんな感じ。いや、いい。かわいい。めっちゃ可愛い。自分がデザインしたステッカー、ものがね、ステッカーになるってね、これめちゃくちゃ嬉しいものですね。嬉しいことですから。はい、これからこのステッカーの裏にサインを書いて、はい、優等生にはプレゼントですね。さ、うんうん、せていただきます。色使いとかもめちゃくちゃいいですね。可愛いですよね。ポ、はい、うん、ップな感じで。ポップ。いいや。超可愛い。うん、よかったな。よかった、めっちゃいいですね。よかったな、こなぎちゃん。こなぎちゃん。よかったですね。なぎらけんいちさんのモノマネ芸人ですよね。え、こなぎさん
違う、小石田純一みたいなこと。こなぎらまで言うやろ。こなぎらさやな。こなぎら純一まで言うて。なんでなぎだけやねん。こなぎらやな。ヒントこうへんやろ。こなぎら。小石田純一さんの答えだろな。うん。渋谷なぎさちゃんのモノマネ芸人って。いや、こなぎ渋谷なぎさって言うやろ。こなぎだけで止めへんやん。長州小力とかやったら、渋谷こなぎとかやな。うん。渋谷いるって。渋谷いります？いるよ。あ、違うんかい。普通の一般の小薙さん。小薙さん。小薙さんです。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。はい。さあ、では続いてのコーナー行きましょうかね。続いてはあなたの周りの危機解解。はい、このコーナーでは不思議な出来事を理解できひん、なんなんあいつ、何あれなど身の回りのエピソードを紹介していきます。はい。さあ、ではまずはですね、吹田市のネグセデスベンツさんからいただきました。よう聞くわ。寝癖です、ベンさん。僕らのその音声でもほんまにずっとメッセージ送ってくれあるんです。ありがたいよ。4つぐらいこうなって全部この子の時ありました。でも強い。すごいね。強い。そう、たまにゲシュタルト崩壊して名前言うだけでめっちゃ笑ってまう時ある。笑ってまうんですよ。寝癖です、ベンツって。すごい、ここまで飛び込んで。普段聞く言葉ちゃうのに毎回聞くからおかしになってくる。おかしになってくるんです。確かに面白いラジオネームからね。聞き換えの話いきます。1歳児のクラスの担任をしているのですが、今日男の子がお昼寝から起きてすぐ金玉たまたまと言い始めました。金玉たまたまと言い始めました、うん、私ももう一人の担任も教えたことないし、一歳児なんてまだ言葉もきちんと出てこないのに、うん、友達から教わったとは思えないし、割と上品な家庭の子なので誰が教えたんだと謎が深まりばかりです。ほんまや、下手したらこれご両親に怒られるかもしれないね。ほんまや、なんでこんなことをしてるんですか。確かに金玉たまたま、金玉たまたまで、金玉って なんすか。なんでおい、アイドルか。なんで渋谷こなぎ。渋谷こなぎやってる。こなぎか。金玉なんでモノマネ芸人は受け入れろよ。でモノマネ芸人はそっち守んねんから。アイドル守ってんねん。金玉知らんとかないやろ。あなたにもあるものですよ。え、はい、僕にあるんすか。僕ないですよ、そんな。ええわ、そのないです。2個も多分2個ありますよ。2個、2個も、2個もあると思うよ。ないです、ないです。何や、そトイレ行かへんみたいな感じ。僕もうんことかもしないですもん。するやろ。うんこもしないです。何、何、じゃ食った後何出てんのよ。じわーって汗から出そうと。気持ち悪っ。その方が嫌やわ。笑いすぎるわ。だな、そっちの方が嫌や。うんこしないで。嫌やな。じわーって汗から出そうですよ。嫌やな。匂いとかどうなってんの。それ嬉しいやろ。嫌やろ、そんな排泄物しないで。僕アイドルなんで。アイドル、そんなやつやろ。妖怪やろ。アイドルやろ、それの。汗だし。汗だし。妖怪汗だし。さあ、続いていきましょう。はい、はい、じゃあこちら行きましょう、うん、京都市のこんがりたっぷりおうどんさんの危機解解です、はい、職場に目がキラッキラのイケメンがいます、うん、職種が違うのであまり話すことがないのですが、この前初めてお話しました。めちゃくちゃ低姿勢で性格がとても爽やかでした。めっちゃいいよ。同世代ぐらい、30歳くらいかなと思いました、うん、最近年齢を知ったのですが38歳でした。うん、どうしたって信じられません。うん、あの感じで38は嘘すぎます。怖いです。なるほどね。そういう危機解解か。もっと若く見えてたってことですか。そう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 。30ぐらいかなって、実際は38やったっていう。隣人はいくつ？僕31歳です。31？ はい。うん、だから俺は。僕8歳です。いや、ええってもうキャラ、おい。なあ、何小2のキャラ。今年で8歳です。焦れ出してくる8歳嫌やな。じゃあ18歳とかは分かるわ。永遠の18歳。金玉知らんの。8歳なんか金玉なんか一番笑うとこじゃん。ええ、もう怖い。何やね、8歳って。18とかにせえや。永遠の。なんで8歳やねん。永遠の8歳。小学生。小学生。どう思ったら。何、なんか今ハマってることとかあんの ?8 歳やったら。今ハマってるあのスイカゲーム。お、今っぽいな。みんなやってる。可愛いよ。大人もやる。大人がやるよ。でも僕できなさすぎて、あれメロンゲームって呼んでるんですよ。うわ、可愛い。メロンまでしかできないから。可愛いや。八歳みたいな本物エピソード。それは本物の8歳エピソード。八歳が来たんだ。メロンゲーム。可愛いってなんか。本物に8歳やったな。8歳。その話。メロンゲーム。いそうやけど。まだ行きますかね。はい、行きます。ラジオネーム東住吉区のヒロッキーさんからいただきました、今まで運動もろくにしたことがない僕ですが、ノリで
大フェスリスナーチーム作って参加することになってしまいました。うん、FMO の。大フェス。あの走る、ランニングイベントですね。あ、はい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 。試しに軽く走ってみたら、1キロでも息切りしてやばいです。うん、なんで参加することにしたのか聞き解解です。とにかく走り切れるように頑張ります、うん、どれぐらい走るやつなのでも、いろいろあるよ、走る。何人かで、何キロみたいな、チームやから。短めとか長めとか。はあ、ははあ、どれぐらい走るんやろね、大フェス。初めて聞いた。大フェス大フェス大フェス。赤丸とかはやってたんちゃうかな。ラジコあれ前やったのって大フェスじゃなかったっけ。見取り図さんと私参加してるっていう。あれ大フェスじゃないっけ。あれ大フェスだよね多分。でリスナーさんと一緒に走って、はいはい、楽しく、はいはい、僕ももう言うてる間にあと20日後に大阪マラソンなんです。結局走るんですか。走ります。フルマラソン、します。コーラさん結構早いですよね。まあまあ、うん、まあでも今はどんだけ走れるかちょっと分からへんけど、うん、まさか吉本陸上でなんかね、はいはい、走ってましたもんね河野さん。何度かね MVP 取ったりとか。そうだそうだそうだ、そうそうそう、ボケもせず走るだけ走って、言い方いラジコでも走ってるんですよ。ラジコで走ってるの。ラジコ、ラジコチーム、ほらエミミとか誘って、あの大阪マラソン部っていうね、うん、あ、吉本のそうそう、大阪城公園でお客さんと一緒に走るみたいな、はい、あ、ちゃんちゃんボケてくださいよ。そんで、いや、その時さすがにそのカチューとか来て走るかって、ね、それ大阪城周りやねん。走るか、カチュー来て、槍持って一番前相手、槍持ってカチュー来て前衛相手、いや、やるか、行くわお客さん、そんなそれ思ってないね。河野さんちゃんとしてくださいよ。一緒に走って写真撮って終わりや、お笑い芸人マラソンランナー違うだろ、そっちが勝った。角野さんやないねんから。おい、言い方、角野さんも芸人やなあ、やり手刺すな何人刺すねん。怖いわ今日。今はそっか、アーネストさんも解散されたからな、ね、マラソンランナー。いやいや違うよ今お一人でやられてるから、ね、じゃあ、あの人マラソンランナーでもないから違う、そうそう、違う、あの人ルービックキューバーや。キューバー、キューバーめっちゃうまいけどな。ルービックキューバーめっちゃうまいけど、多彩やね、うん、多彩多彩多彩ですよ、はい。じゃあもう一通ぐらい行きましょうか。はい、匿名でヨロピクちゃんさんからいただきました危機開会エピソード、はい、この前バレンタインに自分用のを買いました、うん、会計で前のお客さんはお渡し用の袋ご入用ですかと聞かれていたのに、私には袋いらないですよねと言われました、見た目で判断できる能力が不思議ですが、なんか彼氏いないと思われたのが嫌です。私彼氏います、ふざけんなと。これはあかんな。でしょうね、マニュアル的には絶対にね、袋を渡すかどうか聞くってことでしょ。うん、入れとって映画の話やしね、期間でも。そうそう、なんでやったんやろ。いらないですよねはよくないね。お渡し用の袋を用意してくれるんですもんねって前のお客さん聞かれてますもんね、うんうんうん、なんでやろう。その一個前の別の店でもチョコ買うって、それをもう開けて食いながら買うてたら、ああ、うん、口にチョコを加えながらそれお会計してたら、あ、うん、この人すぐ食べはんのかなと思って言われたとはないですか。そんなじゃあこの人が悪いよ。食べながらあれね、二味の豚まんパターンね。二味の豚まんパターンなんかあるじゃないですか。その場でその場で食べるみたいな聞かれてるんですか。あ、ね、みたいな、はいはい、やったらわかるけど。いや、わかる、豚まんわかるよ。チョコやで、の失礼ですね。で、彼氏用に買ったんじゃないですか多分。って言うんでしょ、彼氏がいてはるでしょ、うん、ほんまにそうなんですよね。そうそうそう、ほんまにそうそう、うん、いてるのに、なのに彼氏いないと思われたのが嫌、渡すよじゃなくて多分自分用と思われたのが嫌だ。自分用やとしても、え、袋いり、お渡し用の袋いりませんよねって言われたのか。もう確定で自分、袋いらないですよね、いらないですよねっていうって言われた。あ、なんでなんやろ。店員さんが男性で、その女性のリスナーのことをちょっと好きで、ね、信じたくなかったっ。めちゃくちゃ遠回し。なるほどね、うん、違うよねって、男性に渡すチョコじゃないよね、僕やったら袋いらないですよのパターン。そのままでいいですよ、うん、彼氏いないと信じてますよっていう怖メッセージかもしれない。伝わらんやろそんなメッセージ、うん、より気持ち悪いやろ。だいぶ遠回りですが、なんならちょっとイライラされてますからね。そうね、そうですよね、うん、俺は気分悪いね、これは嫌、うん、さあ以上、はい、4通の中からじゃあ、はい、優等生を決めてください。優等生か、一番良かった方というか、うん、自分の中で響いたなというお話、この2人と、はい、うん、があれば。あれ、なんか金玉知らぬ男の子と、そしたらお前や、金玉知らない男の子、あんたやそれ、それペンネームないわ、そしたらお前や、なんやねん、8歳キャラの金玉知らない男の子ってあんたやそれ、金玉を知らない男の子、ないわそんな、ペンネーム
そんな人が届いてません。なあ。ヨロピクちゃんがかわいそうですもんね。うん、まあそうやな。バレンタインのチョコね。うん。そうですね。じゃあヨロピクちゃんにする？ヨロピクちゃん。はい、おめでとうございます。サインにラジコステッカープレゼントです。さあ来週も危機快感エピソードお待ちしています。はい。この後はアイデスサークルです。吉本ラジオ放送ラジコ。アイデスサークル。このコーナーは大阪府赤十字血液センターの提供でお送りします。アイデスサークル。このコーナーでは厚生労働省講演のもと健康に関わる啓発を行う年間キャンペーンアイデス FM 大阪の一環として HIV、AIDS 啓発、献血などの啓発情報、医療情報などをお伝えいたします。さあ今日は、まあ、バレンタインにもきっとここのお菓子たちは人気になると思いますが、この方々にご登場いただきます。森永製菓株式会社関西エリア支店の早川幸乃と藤塚美優です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうなんです、今回は森永製菓のねお二人に来ていただいたんですが、はい、やっぱりこの時期は特にお忙しいんじゃないですか。そうですね、チョコレートも売れる時期なので。そうですよね、バレンタインに合わせた商品とかもね、はい、はい、皆さんもね気になっていると思いますが、あのこのラジコのケータリングいろんなお菓子用意しているんですが、はい、森永製菓さんのはもう必ずと言っても入ってまして。本当ですか。はい、あのビスケットシリーズだったりとか、はい、まあ、チョコもそうなんですけど、はい、いろいろスタンバイしてまして、まあ、それを食べながら、まあ、我々ちょっと頑張らせてもらってるんですけれども。ありがとうございます。今日もちょっとねいろいろいただいちゃってすいません、後で殴り合います。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ改めてですね、そんな素敵なお菓子がたくさんなこの森永製菓についても、じゃあ早川さん教えていただけますか。はい、森永製菓は1899年創業、日本で初めてカカオ豆から一貫製造で国産チョコレートを作った会社なんです。うん、現在は、菓子、食品、健康、アイスクリームなど各商品の製造販売や通販事業など幅広く食や健康に関する事業を展開しております。はい、私たちはもともと尼崎市にあった塚口工場の敷地の一角にある関西エリア支店に所属しておりまして、業務は菓子、食品、健康の営業をしております。はい、ちなみになんですが、お二人が強いて言うならこのお菓子が特に好きだなっていうのがあればちょっと教えていただきたいんですが、じゃあ早川さんからいいですか。はい、私はカレドショコラというチョコレートが本格的な味わいになっていてとっても美味しいです。あの大人のご褒美って感じしますよね。そうですね。いいラインですね。ありがとうございます。からの藤塚さんは。私はハイチュウのグレープ味がめっちゃ大好きです。おー、まだなんか全然違った感じの。で、ね、はい、でもハイチュウ嫌いな人いないですよね。そうですね、もうあの食感がもう最高なんで毎日1本食べてます。あ、1本食べてます。食べ過ぎなんですけど。食べ過ぎないように、ね、気をつけないといけませんが、はい、教えていただいてありがとうございます。はい、さあそんな糖分、まあ、生きていく上でも必要な糖分なんですけれども、それこそ献血をしたら糖分摂取も必要となってくるんですが、はい、あのお菓子とかもね献血ルームとかもらえるんですけれども、森永製菓と献血のつながりは、まあ、そういったところからもあるんでしょうか。そうですね、弊社のビスケットやチョコレートを献血ルームでご用意くださったりいただいてます。ちなみに当社のゼリー飲料インゼリーマルチミネラルですと、鉄分をメインに5種類のミネラルが手軽に補給できますのでおすすめです。皆さんもぜひちょっとね注目していただきたいと思いますが、では近々行われる献血のイベントについても教えてください。はい、2月18日日曜日まで大阪府血液センター様との取り組みで、わがまちキョロちゃんという全国47都道府県ごとのいわばご当地キョロちゃんが書かれた非売品のステッカーとチョコボールがもらえるキャンペーンを実施します。はい、大阪府はなんでやねんキョロちゃんといってヒョウ柄の服を着た架空の大阪のおばちゃんをモチーフにしたキョロちゃんです。ぜひ献血をしてステッカーをもらってどんなキョロちゃんなのか確かめてみてください。はい、大阪のおばちゃんですね。余すことなく、はい、キョロちゃんが大阪のおばちゃん化しておりますし、エンゼルマーク、私これも子供の頃からずっとエントリーしましたよ。ありがとうございます。姉がいるんですけど、はい、どっちが早く金の、あのあーマーク集めれて金のキョロちゃん取れるかとか、いつも姉ばっかりだったんですよ。だからもうもらってたんですけど。そういうのもねいいですよね、楽しみですよね。はい、はい、そちらの方もね、今はどんな缶詰なのかとかね、はい、集めていただきたいと思います。
では最後になりますが、メッセージをいただきたいと思います。はい、では代表して早川さんお願いします。はい、献血はとても身近な社会貢献活動だと思います。輸血が必要な方を助けることができ、検査結果から自分の健康状態も分かりますし、まさにウィンウィンの活動です。ぜひ献血にご協力ください。キョロちゃんからもお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ということで本日は森永製菓株式会社関西エリア支店、早川さんと藤塚さんにお越しいただきました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。アイデスサークル献血に関するご意見、献血の経験がある方、献血された時のここが良かったとか、もっとこうしたらどうかななど、献血によって救われた経験をお持ちの方、ぜひお話をお聞かせください。 FM 大阪のホームページから吉本ラジオ高校ラジコーのリクエストフォームを選んで送ってくださいね。アイデスサークル、このコーナーは大阪府赤十字血液センターの提供でお送りしました。今週のラジコ、架空の今週のラジコのトピックスを考えて送ってください。はい、さあ今日はどんな感じでしょうか。まずは吹田市のネグセデスベンツさんからいただきました。すごいすごいな。すごいね、もう勝ち上がってきてますもんね。そう、ここまで採用率が高いですね。素晴らしいな。ネグセデスベンツさんが送っていただいた今週のラジコ特別コーナー、隣人のこの悪行懲役何秒がスタート。おお、いや、まあまあ僕らのね、リズムネタありますけど、はい、そうそうそう、懲役5秒っていうね。懲役5秒、うん、はいはいはい。ちょっとどんなで、そのリスナーさんのためにというか、うん、僕は知ってますけど、動きありますけど、そう、動きがなちょっとあれやもんな。まあ、今後のこの場でできる動きだけでやりましょうか。はい、いける？行きましょうか。うん、すいません。隣人です。懲役5秒。ワン、ツー、スリー、フォー。懲役5秒、懲役5秒、懲役5秒の悪いこと。夜道にて。ワン、ツー、スリー、フォー。後ろからそっと忍び寄り。何すんの？何すんの？その人を、当選坊。いや、邪魔やな、逮捕。逮捕や、お前。逮捕や。カンカン、被告人に判決を言い渡す。なんや、なんや。懲役5秒を言い渡す。短ー。1、2、3、4、5、釈放。懲役5秒、懲役5秒、懲役5秒の悪いこと。よっしゃー。ありがとうございます。これです。嬉しい。これですやん。これです、ミーさん。まさか見れると思わなかったから。そう。これですやん。まさかやった。まさかやった。まさかラジオで聞けるとは。ありがとう、ネグセデスベンツさん。リズムネタです、僕ら。リズムネタ代表作。代表作で一作以外あんだよ。一作だけやろ。代表作というか。代表作。これだけやろ、リズムネタ。はい、一発屋ですからね。いや、当たってんのかな、これは。いや、これ面白いですからね。これのコーナーが。コーナーが始まるってね。始まってほしいな。これのコーナーが始まるみたいなことですよね。ね、うん、はい、うんうん。続きまして、ラジオネームスリミさんからいただきました、今週のラジコ。みー先生がバレンタインのチョコを一つの曜日 にしかあげないことを宣言。みんなちょっと優しくなる。うん、おー、毎年、ね、私皆さんにプレゼントしてますね。はいはい。ただ、今年はもう、どの曜日かしかあげないってなったら、全員がミーさんにちょっと優しくなるんじゃないかって。今年はもうなしにしようかなと思ってた。なんでですか？いや、まあでもな、確かにな、どうなんでしょうね、これ。何なんすかね。うん、まあなんか、めんどくさいですよね。正直ね、女性からしたら。あげても正直大変なんちゃう？私、正直いる？いただく方として。そう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 。うーん、いる？お返し大変じゃない？まあ、そうそうそう、それも考えながらですね、どうしようかなと思うし、うん、確かに月曜日はとりあえずなししようかな。いる？いや、なんか他の曜日見て、なんか、花、なんか楽しそうな写真載ってたことない。そうですね。ちょっとだけ寂しいな。ね、箱持って笑顔でね。俺だけないっていうのはちょっと悲しいかな。他の曜日も全員ないなら、まあね。うん、それ、もちろんそれでいいんやろうけど。他の曜日あなた欲しい。うん、他の曜日あんねやったらちょっと欲しいかな。あ、イチャイチャしてんねよ。あ、イチャイチャしてんねよ。おい。寂しい。何や、今の2分ぐらい。うん。そんな、みんなにあげてんの俺だけくれんの、ちょっと寂しいわ。そうですよね。うん。ちょっと考えますん。何やねん、考え。何や、何イチャイチャしてんの。考えるもん何やねん。おい。決めろや。結果何も進んでない。何も進んでない。何も変わらず。ダラダラした時間を過ごしただけ。続きまして、ラジオネーム。ひまわりひかるさんからいただきました。ひまわりひかるさん。今週のラジコ。
全国の太郎くんファンのメスチンパンジーがラジコを聞くために檻から脱走、全国的に、類を見ないチンパンジーパニックの一夜となった。ああ、説明いるな営業さん。これはね、隣人のコントの中の、うん、はい、チンパンジーのキングオブコントで、はい、落語家さんが、うん、違うわ、これ落語家さんですわ、関係ないんや、僕らチンパンジーのコントよくやるんですけど、はいはいはい、そのチンパンジーにちょ太郎くんっていう名前がついてまして、あのチンパンジーは太郎くんっていう名前が、はい、名前がついてるんですけど、うん、それがということですね。そうそうそう、はい、メスチンパンジーがもうこのラジオ聞いてると、うん、なんであれをオスやと思ってんねん。お、あら、そうか、なるほど、オスかメスかなんてことはコント中には言ってないから、まあまあ確かに、まあ確かに、ね、そうやな、太郎くんとは言うてるもん、今考えます。物議かもしただけかい。この時代に配慮みたいな感じで太郎くんと言うから必ずオスではないというその時代の配慮のためだけやったんかい。でオスです。オスかい。この時間。いやね、これこそ返してくださいよ。この時間。オスってあれですよ、酸っぱい方ですよ。じゃあオスちゃう。ビネガーの方かいな。酢の方ちゃう。ビネガーの方かいな。しっかり突っ込んでくれてるやん。なあ、太郎くんが。お腹痛い。ラスト。すいません。ラストいきます。はい、あ、もう一枚ラジオネームひまわりひかるさんからです。はい、うん、今週のラジコ。橋本市民球場を扮する伝説のナンパ師、うん、通称伝男が既婚者であるミー先生をナンパしてしまい、ミー先生の旦那様がブチギレ、その日から二度と伝説のナンパ師を見ることができなくなる。はい。やりますけど、僕の。これも説明大変。これ説明大変やらず。やっぱりその、一応一個キャラクターみたいなの持ってまして、ね。そう、伝説のナンパ師っていうね。まあ僕ではないんですよ。まあ、ね、あ、そっかそっか、あれも。別に。あれはお名前あるんでしたっけ、伝説のナンパ師。伝説のナンパ師は伝説のナンパ師です。あ、もう。はい。名前ないんや。名前とかない。あいつ名前ないんや。あいつないです。実績とかどういうぐらい伝説なんですか、あの方は。ちょっと待って。あ、来てくれた。来た。こんにちは。こんばんは。あ、こんばんは。どなたですか。伝説のナンパ師です。伝説のナンパ師さんや、声かけた人数。はい。うん、8万人。すごいわ。さすがやで。連絡先聞けた人数。7万人。すごい、すごい。一緒に飲みに行けた人数。7万人。すごいって言うけど。一夜共にできた人数。お !6 人。少な。少な。何がその6人が変わり者やわ。ある意味伝説やわ。すごいな、こいつ。6人。7万中6。7万の6。これが伝説のナンパ。これが伝説の、ナンパしてメガネ外したら、急遽現れてくれるというキャラクターがある。僕も新しいキャラ、伝説の白男優でやろうかな。何が伝説や。何が伝説や。何の数を言うてくの。声かけたとかさ、わかるけどやな。かけただけで。かけた人数。かけたん嫌やな。出したりしてくれ。かけたはやめてくれ。生放送で。もうやめて。かけた人数は。めんつゆの可能性もあるし、ね、何やろ、いろんな、何が、いろんな、お味噌汁、今まで何を考えた、今かけたっつって、みんな、伝説のやめて、何セクハラ、何こいつ、マスさん、マスさん、そうさん、初めて聞いたわ。マスってもうやめてくださいよ。お前の方がエロいんかい。かけてないで、そこには。はい、もう優等生、優等生。優等生、決めよう、優等生。一番いいと決めて。一番いいと決めて。よかったよと決めて。金玉も知らない男の。だから。それお前やったよ、8歳の。もうあげるからじゃん。優等生あげるから。いやねん、それもう。あげるからもう。ええや。今はリカルさんか、寝癖で滑って。ひまわりさんで2個送ってくれたし、はい、はい、じゃあひまわりからね。戦争知らない子供たちみたいなやつ。聞いたも知らない子供たち。おらんそうだろうね。歌うな、これなーにーみたいな。ひまわや、最後これ店取れないか、これなーにー。また先行しろ、よろしくお待ちしますからね。この後は失礼です、もう聞いて。はい、ということでエンディングの時間です。ではお知らせを、はい、じゃあ臨時さんからいきましょう。はい、お願いします。はい、来たる2月25日日曜日に、我々臨時の単独ライブ、うん、リンジンズ2024を吉本漫才劇場で行います。19時30分からでございます。配信もありますので、ぜひご視聴ご来場お待ちしております。お願いします。お願いします。はい、単独ライブ
ね、単独ライブ、はい、1年ぶりなんで、はい、ありますから1年ぶり、はい、ぜひぜひお願いいたします。一応僕からですね、2月の7日水曜日のですね20時30分道頓堀ザザーハウスにてですね、ど根性ラブライケンズというラブライケンというユニットと、うん、我々ド根性ズというユニットの2つのユニットのユニットライブ、ユニットライブのあすごい、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。そしてあのちょっと今週のラジコをね、来週ちょっとこの、まあ、お題があった方が書きやすいのじゃないかということで、はい、書き出しをちょっと決めたいと思います、はい、来週の今週のラジコの書き出しは、河野が生放送中にから始まる、河野が生放送中に、うん、から始まる、うん、まあ、文章、まあ、何をした、何が起こったかっていうのを書いていただけたらなと思いますので、うんうんうん、はい、お願いします。エンディングです。はい、エンディング、はい、めっちゃ笑ってるやん、みーさん。笑ってないですよ、なんかずっと、もう目から涙こぼれるぐらい。どれで笑ったんですか。何で笑ったんですか。言ってみて。おい、何で笑ってたの。まあ、今日いろんな言葉が出たけどもな、なんか何かを思い出し笑いしてる感じではあったから。何で笑ったんや。これな、言っちゃった。どれだったかい。こう、新キャラが、新キャラ、新キャラ、新キャラかな。新キャラ発表していいですか。うん、はい、お願いします。金玉を知らない子供たち。はい、何かおるんだよ。何かおんねん。一人しかできないやろ。引き入れ、引き入れ、引き入れ、何人かで、何人かで何役かするってこと。いやでも、いっぱい連れ、後輩とかやりたいとは。フェスとかな、夏フェスとかで、みんなでこれ何、これ何っていう、ね、どうすんの。MC の人とかが、まあ、俺や演者さんがおって、はいはい、どういうことしてるずつ、うん、まあ、金玉があるってされる場所トントンって触って、うん、これなーにって言うだけ。知ってるやん、その感じだったら。あざといなあ、あざといですもん。言わそうとしてるやん。で、女性の前素通りするっていう。知ってるやん、それ。知ってるやん。聞けよ。男性にかしかついてないこと知ってるやん。知ってるやん、それは。全然、多分なんか、うん、あの童謡とかにもなりそうじゃないですか。なるか、なるかよ、こんな、なんか絵本とかやったらね。絵本とか子供やもな、金玉を知らない子供。めっちゃ可愛いじゃないですか。しばらくできんです。あかんて、あかんて。12月来てくれて2月だからハイペースとか言ってたけど、しばらくできんです。大丈夫やから。お前は良いお年をやね。ニューポップやねんな。ポップな感じで、さあということで、はい、次回は多分来年になると思いますが、なんでや。21時50分からは大村ジーニアスさんの何やでいくレディオです。レイは北南の月曜ラジコ、本日の授業はこれにて終了。あー、おもろかった。ちょっと頼むわ。絶対呼んでや。